5、4、3、2、1、スタート。おはようございます、まさひろです。今日は2022年 OSJ トレイルランニングレースシリーズ第7弾ということで、安達太良山トレイル10キロに出場するために安達太良高原スキー場まで来ています。今7時35分で、今大会の受付に、向かっております。安達太良高原スキー場、安達太良奥岳登山口に来ましたね。いつものところです。大会参加者の駐車場は結構遠くて、ここまでね、徒歩5分ぐらいかかっちゃいますね。これから受付していきたいと思います。ここがスタート場所ですね。どれぐらいの人数が走るのかわかんないですけど、今日は楽しみたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。1043、大谷正弘さん、はい、1043、はい、大谷さんですね、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。受付の方ね、終了してきました。今回自分のゼッケン番号が1043ということですね。頑張っていきたいと思います。1043番、頑張ります。7時50分ですね、受付完了して、安達太良さんのねレストハウスでちょっとトイレ借りまして、スタートが10時なんですよ。まだまだ時間あるんで、これから朝ごはん食べて、のんびり準備したいと思います。前回の去年の大会は終始ね土砂降りで寒いぐらいだった記憶があります。コースも悪天候で一部変更されて、安達太良山の山頂を経由しないように確かなってたと思うんですよね。今年は全部走れるのかな。今のところコース変更のアナウンスはないんで、全体で13キロぐらいのコースになるんじゃないかなって思いますね。楽しみですね。いやでもガスガス相変わらずね、天気持ってくれればいいですけど。はい、現在9時30分です。スタート30分前ですね。続々と選手が集まってきてますね。みんな速そう、強そうだね。自分はとりあえず完走できればいいかなって感じで、後ろの方から頑張りたいと思います。いやすげえな、もうガスガスですよ。現在9時45分、スタート、15分前ですね。整列の時間になりました。みんなたくさん選手が集まってきています。自分はね初心者なので後ろから行きたいと思います。目標は完走、怪我せずにね戻ってくることが最大の目標です。さあいよいよスタートの時間が迫ってまいりました。OSJ 安達太良山トレイル 10K ご参加いただきありがとうございます。まずはですね、開催にの挨拶をいただきたいと思います。一般社団法人、岳温泉観光協会の会長の二瓶明子さんにお願いしたいと思います。お願いします。皆さんおはようございます。本日は岳温泉にお越しいただきまして本当にありがとうございます。この1年ぶりに行われますこの OSJ の大会でございますが、2010年から、
あだたらで大会を開催していただいて、今年で13年目ぐらいになるんですかね。毎年ですね、いろんなことがありますが、変わらず開催していただけることに大変感謝いたしておりますし、こんなに多くの皆様にお越しいただいたことが大変嬉しく思っております。なかなか、コロナがですね、いろいろまだまだのところがありまして、制限もあったりおもてなしも十分にいかないところがありますが、ゴール後にはですね、こちら向かって右手の、レストハウスで豚汁などもご用意しておりますので、体を温めていただければと思います。また本日レース中にですね、黒金小屋を過ぎたあたりですね、黒金小屋付近、右手側に立ち入り禁止っていう看板が書いてあるんですけども、もちろん立ち入り禁止なんですけども、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、その立ち入り禁止エリアがですね、岳温泉の源泉が湧いているところでございます。そちらから、標高1200メートルぐらいからですね、標高600メートルぐらいまで、40分かけて、温泉は下まで降りてきております。レース中のコース上もですね、皆様と並走して温泉が走っているところがありますので、こんな長い間岳温泉は支給されて、岳温泉にいいお湯となって注がれてるんだななんてことを心の片隅に置きながら走っていただけたら嬉しいなと思います。そうしますとより一層温泉が気持ちよく浸かれるのかなと思っておりますので、皆様のご無事の完走ですねと、ご活躍を記念いたしますとともにですね、レース後は岳温泉の名湯で癒していただければと思います。結びとなりますが、結びとなっちゃいけないんですけども、私実は旅館をやっております。お泊まりに来てくださいとは言いませんけれども、大会に参加していただいた方はですね、ぜひ見せていただければ、なんと、カフェでソフトクリームなどやっております。半額にいたします。ぜひぜひ、あ、旅館はですね、岳温泉の親の花かんざしというところでございます。来年はぜひ全泊していただいて、あ、紅白でも構いません。岳温泉を泊まっていただければと思います。まあ、うちの旅館だけじゃなく、いい旅館たくさんありますのでですね、レースとともに、温泉街を楽しんでいただきたいと思います。それじゃあ皆様の活躍を期待しております。頑張ってください。スタート3分前です。3分前ですね。一番最高峰からスタートしたいと思います。いや、みんな強そうなんでね、どこまで行けるか。スタートですね。そのゲレンデのところ、黄色のコーンですね。黄色のコーン巻いてすぐ右に入ります。はい、30秒です。30秒。じゃあ行きます。7、6、5、4、3、2、1、スタート。スタートしました。はい、いってらっしゃい、はい、いってらっしゃい、よろしくお願いします。これさ、
1キロ11分18秒っていうタイムです。最初だけかもしれない。先週お会いしましたね。はい、土曜日だった。あの毎年会える。去年も会いましたね、多分。頑張りましょう。はい、10キロ10分26秒。3キロ12分27秒。めっちゃきつい。はい。スタートしてね、今45分ぐらい。一番後ろからスタートしたんだけど、結構抜かしてきたんじゃないかな。70% ぐらいまでは追いついてきたんじゃないかなと思ってる。ああ、きつい。まもなく、黒金小屋かなと思うんだけど、黒金から上はほぼ多分走れないんで、ここ、頑張っていかないと。でもね、去年に比べたら、ずいぶん強くなってる自分。去年は、ほぼビリーでずっと推移してたんで、今年は結構いいぞ。応援してくれる人たちとか、周りの同じランナーがいると、追うものがあるのと、追われるものがあるっていうので、全然違う。一人で走ってるのと全然違う。これで、持ってる以上の力が出してんじゃねえかな。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。5キロ9分23秒まもなく黒金小屋。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。今黒金小屋過ぎたんだ。なんかよくわからなかった。こっからは多分ほぼ走れないから、黙々と行くしかないな。すいません。すいません。どうぞ。あ、すいません。ありがとうございます。みーちゃん、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。黒金小屋の上にある名物のガレバまでやってきました。今時間が1時間4分30秒。ここはもうほぼ走れないです。これはご当地さんとなります。今6キロ地点です。今6キロ何歩だったかな。12分5秒、あ、21分5秒っていう、結構かかっちゃいましたね。もうトップランナーとすれ違い始めました。みんな早いなぁ。もう今1時間18分過ぎたあたりなんだけど、みんな早い。安達太良の山頂あれです。あと1キロちょっとぐらいかな。もうトップランナーの人は1時間半ぐらいで降りちゃうのかな、ゴールしちゃうのかな。めっちゃ早いな、やっぱすごい。安達太良の山頂からみんな走って降りてきてますね。みんな楽しそう。みんな一緒です。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。黒金小屋と鉄山と
安達太良山の山頂への分岐点、稜線に出ましたね。今時間が1時間28分でも結構いいペースで来てるんじゃないかな。前回に比べたら結構いいよ。頑張ってるね俺。楽しんでいってください。頑張って楽しんで。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、安達太良山の山頂が見えてきました。現在の時間が今ちょうど7キロで17分23秒で、現在時刻がスタートしてから、1時間35分ですね。ペースとしては1キロあたり12分55秒ですね。すごい気持ちいい稜線なんですけど、ここは、走行禁止区間ということです。山頂に人いますね。景色はガスであんま見えないけど、風がなくてね、気持ちいいですね。はい、いよいよ安達太良山の山頂まで来ました。現在、スタートしてから1時間38分、安達太良山の山頂です。ここからみんな記念撮影されてますね。ここから頑張って降りよう。よし、今1時間38分なんで、どこだろうな、どのぐらいで降りれるだろう。2時間半いけるか。2時間半で行けたらいいね。左は結構スピード出るんで、怪我しないように気をつけていこう。山頂から下山開始してますけど、しばらくまだね、歩行区間が続くようです。あと走れるコースに戻ったら、あとゴールまでどれだけ順位を縮めれるか、それぐらいかな。あとは怪我しないようにだけ気をつけて頑張りましょう。ここからまた走れます。まっすぐピンクテープ右手に見ながら進んでいきます。8キロ過ぎました。8キロ目は18分何秒だったかな。まあまあいい。ここから走行区間になります。で、頑張って行こう。めちゃめちゃガスガス、何も見えない。はい、9キロ14分46 2時間7分9秒、9キロだからあと5キロぐらい、ほぼほぼ走れないから、あ、前が見えてきた。先週も来てるんだけど、やっぱひでえな。こっからが危ないんだよ。うわ、ここは船。
モンゴの私はもう走れない、ささびしてください。みんないなくなったら走る。黒金小屋につながる林道、静止台って言うんですかね、そこに合流しました。はい、10キロ14分11秒、時間が、2時間21分30秒。よし、ここからは得意の下りなんで、スピード出していこう。転ばないように注意しないと、スピード出すぎると怖い。こんにちは。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。行きます。すいません。はい、11キロ6分11秒、めちゃめちゃ速い。ロード並みのスピード、得意の下りであと何人もくれるか、この勝負だと思います。転びそうで怖いけど、大会本部の声が聞こえてきた。あとどれくらいかな、3キロぐらいかな。いやー、ガスガス、湿度めっちゃ高いし、あぶねあと、ここで順一つ二つ上げてもしょうがないけど、あとは自分との戦い。うわ、あぶね。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。13キロ6分45秒、はい、ありがとうございます。多分今の人たちはもうすでにゴールして応援に回ってきてくれてるんですね。
すげえな、もう尊敬する。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ゴールした人も応援に回ってきてくれるなんて素敵すぎる。まもなくゴール。頑張った。おはようございます。ファイナンスランです。ありがとうございます。ルッキーナンバー1043番かな。ルッキーナンバー1043大谷さんかな。はい、ファイナンスランです。ありがとうございます。見事フィニッシュ。2時間43分かな。はい、無事怪我もなく走ってこれました。1062かな。タイムは2時間42分ぐらいかな、自分の時計で。大会記録の方はちょっとまだ分かんないんですけど。で、転ぶこともなくね、怪我なく帰ってこれました。よかった。順位もね、去年よりだいぶいいんじゃないかなと思います。いや、楽しかった。実際の距離は 13.33 キロ、自分の時計ですけどね。1158番、ナイスラン、おかげさーい。あー、気持ちいい。13キロ1108番、帰りなさい、ナイスラン。続いて1217番、お、元気元気、おかげさい、ナイスラン。去年はね、ここで一人一人ゴールの写真を撮ってくれて、で購入することができたんですけど、はい、続いて1193番、1193番、秋山さんかな。はい、ナイスラーです。てくれる人が、はい、頑張った、頑張った。はい、お帰りなさい、ナイスラー。お帰りなさい。続いて1052番、お帰りなさい。絶景ナンバー1052番、しょうがないですかね。柿沼さんかな。はい、お帰りなさい、柿沼さんです。柿のプロがあるでしょ。今まであるけどね。はい、はい、はい、ありがとうございます。1142です。おかえりさいですね。豚汁の振る舞いをいただいてきました。すげえ美味しそう。いやー、うめえ、しみる。これ最高にうまい。それではね、豚汁いただきまして、今13時かな、13時で制限時間があと1時間、で1時間切りましたね。残り1時間、さらに14時から表彰式があるということなんですけども、表彰式見たいような気もするんですけど、あと1時間待ってるのもあれなんで、帰りたいと思います。あとね、大会の結果がねホームページに多分出ると思うんで、それを楽しみにしたいと思います。いや本当にね、楽しいし、たくさん刺激になりましたね。みんなかっこいい人らばっかだったんで、やっぱ若い人らは強いですね。また来年もね、出場してもうちょっといい記録
出せるように頑張っていきたいと思います。いつもの湯岳登山口ですね。いや本当ね、今日は天気がどうなるかと思って心配だったんだけど、雨も降らずに、風もそんなに強く吹かないで、本当にいいコンディションで、暑くもなくてね、走れたと思います。去年はね、多分寒くてしょうがなかった記憶があります。今年は良かった。結果もね、去年よりちょっと良かったと思うんで、今回の大会の記録の方は後日ホームページの方でダウンロードできるということなんで、それを待ちたいと思います。いや本当に楽しかったね。いろいろ勉強になる大会でした。本日もね、ご覧いただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。